皆さんこんにちは。東京ゲームショー2011ソニーコンピュータエンターテインメント部へようこそお越しくださいました。そしてですね、これをウェブ上でご覧になっている方、この会場の熱気、画面から伝わっているでしょうか。もう今日もたくさんの方にいらしていただいてですね、まだかまだかと列を作って並んでくださっている皆さん、私有機の列に並んでいるというあなた、この並びながらですね、このビジョンの方をご覧いただいて楽しく過ごしていただければなと思っております。そしてプレイステーションビータの方はもう体験いただいたでしょうか。まあね、もう次の人なんだよと、もう自分の番が回ってくるんだよという方もですね、ぜひこのビジョンでですね、これからのプログラムお楽しみいただきたいと思います。今ですね、ブース2階のサテライトスタジオに私いるんですけれども、このビジョンを会場内でご覧いただいている方にとっては、向かって右上の方にちょっと明るいところがありますけども、ご覧いただけますか。ありがとうございます。あ、後ろの方まで、ありがとうございます。外国の方もいらっしゃってますね。たくさんの方今手を振っていただいておりますけれども、この時間はですね、プレイステーションと非常にゆかりの深い、注目のクリエイターの方をお呼びしてですね、いろんな話を伺っていこうという時間を取らせていただきたいと思います。まさにライブで番組を展開していきます。プレイライブ行ってまいりたいと思います。早速ですけれども、ゲストの方お招きしております。本日最後のプレイライブというこのプログラムですけれども、お二方お呼びしております。株式会社レベル5、日野昭弘さん、そして寺崎恭介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。今日はいろいろとですね、お話を伺いたいなというこのお二人でございますけれども、このプレイライブの模様はストリーミング配信を行っておりますので、画面上の向こう側、今日はですね、東京ゲームショーにいらっしゃれないという方もですね、ぜひ参加していただきたいと思います。つぶやきでですね、このお二人にいろいろ伺いたいこと、実際に、体験してみて思ったところなどですね、いろいろあると思いますので、つぶやいていただきたいと思います。ハッシュタグはこちら、ドン、見えますか。 SCE_0917Q3、 ハッシュタグはシャープ SCE_0917_Q3、 これをぜひですね、入力していただいて、今か今かと待っているぞというね、今の状況も含めて知りたいこと、聞きたいこと、そして実際に体験してみての感想などなどお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それではプレイライブ早速進めていきたいと思いますけれども、今日実はあの特別な映像をお持ちいただいたということで、はい、なんと東京ゲームショー特別バージョンの初出しプロモーション映像ということで、見させていただいてもよろしいでしょうか。はい、ぜひ見てください。はい、それではどうぞご覧ください。この少年が世界を救うというのか。オリバーはさ、なんで旅をしてるの？母さんを助けたいんだ。お前らにやるよ。もっと帰ってくる。なんでやねん。え、ごめんね。滅びの運命を変えられるのならば見せてもらおう。見届けようではないか。さあ、ご覧いただきましたけれども、まさにここでしか見ることができない二の国白騎聖杯の女王特別版の PV ご覧いただきました。いや、でもこの、映像だけでもプレミア感がある。そうですね、映像だという、今まで発表されている映像にちょっと新しい新カットを加えて、ちょっと出させてもらったんですけども、はい、
あの非常にですね、あの中身をまだ見せられないところもたくさんあって、ちょっとあの難しかったんですけど、ギリギリのところで、はい、見せられる部分をちょっとですね入れていただいて、はい、皆さんにもご覧いただきました。まあでもこのプロモーションのですね映像だけでも、この東京ゲームショウの今こうやってご覧いただいている方ならでは、あなたがもう得してるんですよと言いたいところなんですけども、実はなんと最新のロムをお持ちいただいて、はい、この場でですねデモプレイを寺崎さんにしていただいて、皆さんにまた直々にこれ解説していただけるという。そうですね、やっぱりあの会場でももちろんプレイできるんですけども、どういうところを見てもらいたいかっていうところも含めて、はい、ちょっとご紹介させていただければなと思っております。はい、ポイントをですねまとめて実際にプレイしていただけるということで、はい、早速ですけれども寺崎さんもよろしいですか、はい、準備の方は大丈夫です。あ、はい、じゃあ早速ですが解説していただきながら、二の国白き聖杯の女王、こんな感じ、こんなポイントを覚えておいてほしいということで、今ビジョンをご覧になっている方、はい、ご堪能いただきたいと思います。じゃあ早速ですがよろしくお願いします。画面切り替わりました。まずですねここなんですけど、これはあの最初に訪れる城下町となる、まあはい、ボロネール王国というところなんですけども、はい、あの非常にですね、まあ、見てもらえば分かるようにあのアニメの世界にね入り込んだかのような、はい、すごく魅力的な場所になっています。あの、まあ、スタジオジブリさんのねやっぱり、はい、キャラクターのテイストとか、うん、世界観の雰囲気とかがすごく再現されてる、街かなと思うんですね。まあ、ここあの非常にですねたくさん見どころが実はあるんですけども、あの今日は実はですねこれはあのこの街の映像というのは去年も出た映像なので、いろいろここをベースにしてですね、はい、新しいところをお見せしたいなと思います。ではですねあのフィールドというまあねもうあの広いこうワールドマップの方に出てみたいと思います。はい、はい、で今回ですねそのワールドマップっていうのは、はい、非常にですね最近こう自分の後ろ、まあ、主観視点に近い視点で見る RPG が増えてるんですけども、これはですね、まあ、いわゆる昔ながら上から見て、こうプレイしていた時代の RPG があるんですけども、地図をこう上から見たような、それ昔の RPG のもう基本だったんですけども、はい、その、古き良き RPG の、まあ、形をですね、もう一度最新の映像クオリティで作ったらどうなるんだろうと、やっぱりこれはこれでいいんじゃないかということで再現したものです。そうですね、まあ、ちょっと先頭に入りましたけど、はい、こういう形でですねあのフィールドを歩いてエンカウントして、まあシンボルエンカウントですけど、はい、シンボルエンカウントして、バトルに入るというこの RPG の極めてオーソドックスな形を最新の映像クオリティで作り出してます。はい、ここはやっぱり昔から RPG をやり慣れてる人にとってはすごく安心できるシステムじゃないかな。こういう形でですね、非常にその今イマージェンというこの人の心が作り出す分身となるモンスターを使って戦うんですけども、はい、人間の体で戦ってもいいしイマージェンを出して戦ってもいいっていうものですね。じゃあこのフィールドを歩いてですね、はい、ちょっと新しい、場所に行ってみたいと思います。はい、まあ、このようにですねあのフィールドにはモンスターがあの結構うようよいますので、これはまあもちろん戦闘を下げたいときは、まあ、避けていけばいいし、はい、まあ、どうしても捕まってしまうときもあるんですけども、まあ、この雄大なこう、ね、そのフィールド自然をこう楽しみながら、いろんな、拠点というかこういうマップに入っていくと、はい、このシーンだけ見てても本当にこうまさに絵になるというか和むというか、うん、今森に入りました、はい、モエルの森というところなんですけども非常にですね幻想的で美しい森となっています。そうですね、表現がまたすごいですね一つ一つ。そうです、まあ、ここも、まあ、いろんなあのドラマがこの中には待ってるんですけども、はい、まあ、今回はですねその、まあ、どれぐらいこうアニメの世界観というか本当にこう美しい、はい、ずっとそこにいたくなるような世界観を再現できてるかっていうので一つちょっとお見せしようかなと思ってますけども、はい、まあ、こういう形で今バトルが、であのまあ、前回までやってたバトルとはだいぶ改良されてまして、より自分が戦っている感じが
するようになってます。だから子供たちでもできるように、はい、やっぱり簡単なプレーとしては簡単にもできるんだけども、よりゲームが好きな人たちがその戦略を練れば、より高度な戦闘ができるっていうところを目指して、作ってますね。非常にやり込むと奥が深いバトルになってます。この今戦闘しているイマージェンっていうのも、作品の中にものすごくたくさん入ってて、はい、自分だけのチームを作ったりして遊ぶこともできるっていう、やっぱりこう自分だけの組み合わせで同じモンスターが必ずこうモンスターというかこのイマージェンが仲間になるというものではなくて、非常に自由度の高いものになってます。じゃあなんかプレイしながらちょっと解説もしてもらった方がなるほど、まずこうやってですね、はい、攻撃できる対象が自分でコントロールできるんです、でこうやって守れとか戦えとか選ぶんですけど、攻撃しそうになったら自分で守れを選ぶと。なるほど、はい、で弱点のとこだと赤くダメージが表示できて、まあ、有効だと。なるほど。実はですね、こう一見するとちょっと なんでモンスターがいっぱいいるんだろうみたいに見えるんですけど、味方のモンスターが、まあ、味方のイマージェンという戦ってくれる分身がいるんですよ、はい、それがちょっと戦ってる最中というのは敵と味方が分からなくなってしまって、ごちゃごちゃするんですけど、はい、実際にプレイするとですね、自分の味方にはもう愛着があるんで、非常にドイツが味方でドイツができたらすぐに分かるんですけど、まあ、パッとこう人のプレイを見るとですね、ドイツが味方ドイツができるって分からなくなったりはするんですけど、非常にこれがですね楽しくなるというか、このなんていうんですかね、こうごちゃごちゃ感というか、はい、これが結構楽しいんですよね。さっきみたいにナイスプレーが続くと、今ファイアーストームっていうのを出したんですけど、はい、あれは戦闘中にいいプレーを続けると、あれが発動できるようになるんですね。プレーの仕方にもこだわっていただきたい、はい、あまり奥まで行くと船に乗れなくなるんです。そうですね、次にまあ、森がですね、こうやってやって、まあ、ここにはまだいろんなボスとかもいて、はい、ドラマがあるんですけど、それはまたちょっと他の機会にやってもらうとして、はい、今回ですね、この RPG を好きな人たちが本当にこう楽しめるっていうところを重視して開発してますので、やっぱりこういうフィールドを歩いたら船にも乗りたいじゃないかってなるじゃないですか。やっぱり、まあ、僕らが、まあ、前やっぱりドラゴンクエスト8を作った時にも、はい、やっぱりすごくその RPG としてのその心地よさというか、そういうこう、こういうことやりたいよねっていうのをすごくこう大事にしてきたので、はい、まあ、この意味奥に関してもですね、船に乗れたり、まあ、大空を飛んだりっていうのは当然あって、まあ、今回そのちょっと船に乗るっていうこともできる、体験できるロボになってますんで、そこもちょっとお見せしようかなと。なるほど。まあとっとと倒してもらわないと困るんですけど、すいません、ちょっとここから戦闘多くなっちゃう。さあ日野さんから寺崎さんへ要望が入りましたよ。なるほど。まあ、ちょっとね、本当にもう最終盤にもうあまりもう やらなきゃいけなくて、あんまりこう大きな改造できないんで、ゲームショーのバージョンもあんまりそのモンスターを少なくしたりなんていうね、あ、なるほど、そういう改造はできないんですよね。今もうすぐ船が見えてきてます、ね、見えてきましたね、はい、奥の方に。ちょっと頑張ってかわします、はい、足が速いですよ。これは何とかしてください、ね、